ジャスパルと申します。こんにちは。バージョン 1.6.0 アップデートが参りました。今まで野生で出現することのなかった多くのポケモンたちと遭遇できるようになり、ネガオズカングメや日の嵐の雨なんかがたくさん手に入るようになったかもしれないバージョン 1.6.0、 皆さんと一緒に内容を確認していきたいと思います。それでは参ります。バージョン 1.6.0 アップデート内容について、いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。本アップデートで以下について改善しております。まずは新機能です。新しいキャンペーンの準備、詳細は今後のお知らせをご確認くださいということで、炎タイプウィークキャンペーンや園庭リサーチイベントのためのデータが追加されたのかもしれませんね。お次は新しい道具、炎タイプの飴の追加です。炎タイプの飴は道具バッグまたはポケモン詳細画面から炎タイプのポケモンに使用することで、そのポケモンの飴に変換できる道具です。炎タイプの飴 S×1 の使用例、リザードンに使用すると人影の飴4つ、ブースターに使用すると EV の飴4つとなるみたいです。通常の万能飴よりも効果が少し高い炎タイプ専用万能飴って感じですね。他のタイプの飴も今後のアップデートで追加予定です。今のところミッションであったりスリープポイント交換所に追加されているような感じではないので、おそらく炎タイプウィークの時のミッションであったり炎タイプウィークパックなんかについてくるものではないかなと思います。イベント以外でも今後、例えばトープ洞窟のミッションで炎タイプの飴が入手できるというようなことがあればさらに嬉しいですね。続いて新しい睡眠導入サウンド、波音の追加です。せっかくですので少しだけ流したいと思います。どうぞ。いかがでしたでしょうか。なかなか厳かでね、こう少しオリエンタルな雰囲気も感じるような、そんな波音のサウンドでした。最初少し怖いかなと思ったんですけど、こう聞くほどに落ち着いてくるような、そんなサウンドだなと思いました。ぜひご利用ください。さてここからはバージョン 1.6.0 の目玉ともいえるゲーム内容についてです。2点ございます。まずは料理でのお手伝いポケモンの元気回復の効果を一部調整。お手伝いポケモンの元気が100以上の時の元気回復量が0から1に変更されました。これとっても嬉しいですね。ずっと絶望してました。今までの料理、朝一元気 100% で起きられた時すぐの朝ごはんであったり、元気オールがたくさん発動してポケモンたちが元気な状態であげるご飯、元気がゼロ回復というね、なんだかちょっと損をしたような気分になる、そんな仕様だったかなと思いますので、個人的にはね、この少しモヤモヤした気持ちが解消される素晴らしいアップデートだなと思います。この機能が追加されてから料理の元気回復、まあアップデートというか修正というか入っているかなと思うんですが、そのタイミングに来なかったのでもう二度と来ないものかと思ってました。結構要望の声あったのかもしれませんね。個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。さあそして最後です。これが一番ゲーム的に大きい調整となります。フィールドに登場するポケモンの一部調整です。下記のフィールドで新たにポケモンと出会えるようになりました。若草本島、シャワーズ、ブースター、ベイリーフ、メガニウム、マグマラシ、バクフーン、アリゲイツ、オーダイル、エーフィー、ブラッキー、グレイシアが追加されました。そしてトープ洞窟、ウィンディ、マグマラシ、バクフーン、ヘルガーが出現するようになります。今まで野生での出現がなかったマグマラシ、バクフーン、ウィンディ、ヘルガー、一挙4体のポケモンが新登場することとなりました。ゲーム内のマップで確認しましたが、しっかりとネガオ全4種全てが解放されておりましたので、一挙16ネガオを追加されたことになります。また図鑑ナンバー37、38、ロコン、キューコンもデータ上は追加されておりました。炎タイプウィークキャンペーンが始まるとさらに8ネガオ、合計24ネガオが解禁されたことになりますね。
そしてブースターも4つ寝顔が解禁されているようなんですが、今までトープ洞窟ってブースターの2、3、4寝顔って見ることできましたっけ？今回の若草ブイズ大集合の調整を受けて、トープ洞窟でもブースターの寝顔が見られるようになったのかもしれません。とにもかくにもトープ洞窟新ポケモン新寝顔が目白押しで、寝顔図鑑の数を一気にグッと埋められるチャンスになりましたね。ぜひね、モフモフのウィンディーブースターが一緒に寝ているみたいなリサーチ見てみたいものですよね。結構最深部に行かないと出会えないような気はしますが。そして若草本島に追加されたブイズちゃんたちやジョートのパートナーポケモンたちは星3寝顔を除く3つの寝顔が追加されたようです。相変わらず若草本島では若草の固有種とも呼べるポケモンたち以外は星3寝顔が見られないみたいですね。なぜかホリデーの時から玉ざらしの星3寝顔はずっと見られます。そんなわけで、ある種特定のポケモンの寝顔は見つけづらくなったものの、リサーチの楽しさはより一層高まったのかなと思います。またこれにより特にイーブイやジョートのパートナーポケモンたちのアメがたくさん入手できる可能性が上がりましたね。やっぱり日の嵐のアメがね、今まで特に入手しづらかったかなと思いますので、マグマ嵐爆風がどれだけね出現してくれるのか期待して見ていきたいなと思います。ということで、以上がバージョン 1.6.0 アップデートの追加内容となります。早速ね、明日の朝から新ポケモンたち姿を現してくれるのかなと思いますので、期待してお休みしたいところです。個人的にはね、来週からは炎タイプウィーク、炎ポケモンたちのピックアップが始まるということで、ポケモンスリープ的にはアクタイプのヘルガーなんかをね、今週リサーチすることができればなぁなんて思ってます。デルビルがね、ひっくり返ってとても可愛い寝顔を見せてくれるんですが、かっこよく進化したヘルガー、どんな寝顔を見せてくれるんでしょうかね。ぜひ見られたらね、その模様もリサーチ動画としてアップしたいなと思います。皆さんはどの子の寝顔が一番気になるでしょうか？ぜひね、コメントなんかで教えていただけますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。それでは皆様に素敵な新寝顔のリサーチができることを願っております。雨ブーストのための日の嵐の雨、たくさんゲットしたいところですね。おやすみなさい。またね。バイバーイ。